今は6店舗です。震災前は5店舗でした。はい、気仙沼に2店舗あってですね、で2店舗がまあ100メーターぐらいしか離れてないところにあったん で両方ともつなぐ同じく飲み込まれてですね、なくなりました。今仮設の店舗でやってます、気仙沼では。気仙沼市内は、焙煎工房がなくなったんで、その焙煎をまた始めれるような、あと、製菓、焼きドーナツとか作ってるんですけど、その製菓の部分をまた、本復旧できるような形で、そういう本店機能を持ったようなところを作る予定ではいます。はい、一番最初は気仙沼市内の端上っていうところでドライブスルーだけの店舗専門店という形で始めました。なので、その形っていうのが日本に今までなかったんですけども、ワシントン州とかカリフォルニアとかにもそういう形のものがあって、そこから始まったと思います。僕たちは審査前からそのコーヒーショップというものを経営しているけれども、コーヒーを販売してるんじゃないと、お客様にライフスタイルを提供してるんだっていう風にずっと考えてたんですね。でそれはお客様だけじゃなくて我々自身もそうなんだっていうことに震災を通してやっぱり感じるところがあって、僕たちがコーヒーショップを経営して働き続けるということが、お客様にもより良いライフスタイルというものを提供するし、我々もそこで働くことによってより良いライフスタイルというものを自分たちで作り出していくしかないんだよね。だから変なことは知ったくないし、なんかこう納得のいかないものは出したくないし、赤コーヒーを使っていただいてありがとうございます。震災があって、店をなくしたりだとかいろいろなことが起こりました。そしてアンカーコーヒーが震災によっていろいろな方により多くの人に知ってもらえるような、そういう状況になったのが事実です。その震災はきっかけであって、本当の意味で愛してもらうというか、お客様にご来店いただいたり、いろいろ生活の中で使っていただくということは、確かにきっかけはあるけれども、そこで終わるか終わらないかっていうのがこれから試されているのかなと思います。なので、一歩一歩ですけども、前に進んでお客様と一緒に、そういうこともあったよねって言われるような会社、そういうコーヒーショップでしていきたいと思ってます。これからもよろしくお願いします。